それでは DLC を遊んでみます。暑いのでお洋服を着替えてきました。いや、浴衣だから洋服じゃないのかしら。ショップさんへのリンクは概要欄にあります。クリーちゃんが出て行って、ニャルちゃんもついて行って、トゥルーエンドみたいですね。本編のトゥルーエンド直後のようですね。もうギャルちゃんは操作できるみたいです。鏡はありますけど、拾えるかしらね。月明かりを反射する鏡。拾うかどうか聞かれませんでしたね。絶対大事なものだから、拾っておきたいんですな。まだそのタイミングじゃないのかも。後でまた来てみましょう。私の記憶が正しければ、ここが出口のはず。ここを出るのはまだ少し息が引けるけど、次の鏡でまた会えるかもしれない。一刻も早くここから出ていかないと。もうあの黒髪の少女に会ってはダメ。本当にこっちが出口でいいのかしらね。DLC というからには、ただで終わるはずがなく。米屋型では、ヤルの勘はとても正確よ。もしかして、これかな？他のドアも開けられる鍵があるとずっと思っていた。でもそれがどこだかはわからないよ。これがそのドアだと思う。ゲーム内のアイテムは積極的に目標に近づいて使う必要があります。マウスを右クリックしてメニューに入り、アイテム名をクリックする。ここで鍵を使えばいいのね。違う、これじゃない。鍵のかかったドアを開けた。ここから出よう。もうあの黒髪の少女に会ってはダメ。ここは。クレイ、ここからどうやって出ればいいの？参ったね。ここは勝手口のはずなんだけど。クレイ、どうしたの？やっぱりあの子はまだ諦めていない。まあ、これは予想通りで。そうだった。ニャル、今後は私のことを黒猫さんと呼んでもいいのよ。今日初めていつもと違うギャルを見た。実は黒猫が変装したクレイであることは、豚の中華角煮を作った時からずっと疑っていたよ。ただ、
まさかクレイがオス猫に変身するとは思わなかった。細かいことは気にしないで、賢いギャルを騙すには必要なことだったでしょ。ギャルはそんなにあの時の姿の私が好き。うい。でも、感冒期真っ最中の猫はちょっと嫌だよ。毛が抜けなければ完璧なのに。毛が抜けない猫。どうしてまた逃げたの？クレイ、ドアを開けてよ。クレイちゃん、まだいなくなってしまいました。一緒にいてくれないと心細いんですが。手のないスイッチ。取っ手を探さなきゃいけないかな。キャラを切り替えられるみたいですね。でもクレイちゃんじゃなくてユリちゃんです。納得いかない。こんな結末になるはずがない。たとえお姉ちゃんがそう言ったとしても。お姉ちゃんがあの猫だったとしても、私はその答えを受け入れることはできない。お姉ちゃんはどう見ても、食べて寝ることしか知らないような、バカ猫には見えない。ユリは次元変換の魔法を使用できます。Q を押すか、画面左上の小さなアイコンをクリックすると発動します。次元変換というのはどういうことでしょう？あの女は何を考えているのでしょう？コントローラーだと L と R ボタンで次元を切り替えられるようです。ゆりちゃんには世界がこういう風に見えているってこと？ちょっと違うかしら。世界を切り替えると見えるものもあるようです。ゆり、どこ行ってんの？お姉ちゃんなの？リーロンはヤルちゃんの中に生きているのよね。これは誰が書いたんでしょう。鏡がありますね。また拾えるかどうか試してみます。特に調べられませんね。調べるところが違うのかしら。拾えました。ぜひ持っていきましょう。手鏡を取得した。どう考えても重要アイテムじゃないですか。床に転がしておいていいものじゃない。また手紙が貼ってありますね。
戻ってきて、ユリ。戻ると言っても、もともとここに住んでいるんじゃ。かわいいウサギ人形ぞ、ミニ。夜空の下のウサギの人形。柱の上に丸いへこみがある。触ると少し冷たい。ま、何かを置くことね。ここに乗せるものを探せばいいみたいね。とても見慣れた人形が床に座っている。この人形、深いね。これはクレイちゃんのぬいぐるみですね。この血まみれの世界がクレイちゃんの世界なんでしょうか。ヤンデレ対ヤンデレなのかしら。ユリ、あなたなの？ウサギの人形を返しなさい。今すでに。そのウサギの人形は渡せない。なんですって？ウサギの人形は私にとって。とても大切なものなの。もともとは私のものじゃないかもしれないけど。いい？だから何？その根拠は何なの？わからないけど、ウサギの人形は私にとってとても大切なものなんだ。なら、当分の間持っていても構わないわ。ここから出たいなら、ついてきなさい。ここはユリの家じゃないの。なんで自分の家をめちゃくちゃにしたの？ええ、でもあなたが来てから。家の中で奇妙なことが起きています。だからあなたには出て行ってほしくないというわけではないの。家の時間経過を遅くしていただけなのに、こんなことになるなんてね。ユリ、どうしてこんな家になったかわかる？バカ猫。バカなのはあなただよ。クレイはいつであろうと悪口を言ってはいけないと教えてくれたもん。ああ、クレイね。あの女に日頃からそう教わったのね。ヤルちゃんと一緒に行動することになりました。結果的に愛する人の命を奪ったデコですが、一緒で大丈夫かしらね。どんな魔法を使ったの？いきなり目の前に現れたね。心の中を覗ける魔法よ。この魔法は使う人の心を覗く力があるの。そして私はそれらを三つの平行世界として具現化させた。
それらの平行世界はある人の内面をある程度反映している。ユリ、何めちゃくちゃなこと言ってるの。あなたたちの心を見るとちょっと興味があるな。まあ、バカ猫には理解できないのが普通ね。簡単に言うと、ここには3つの平行世界がある。あなた、私、クレイの心の中の世界がこの3つの領域にある程度投影されている。3人それぞれの心の中を映した世界なんですね。ユリちゃんの世界が割とまともに見えるんですが、かえって怖いわね。お姉ちゃんと一緒に眠っていたあの時間が少し懐かしい。ポと耳を掴んで切り落とせば、少しはあなたを満足させることができるでしょう。そう言ってくれない、ニャル。嫌だよ。ニャルちゃんはモテモテですね。ニャル、あなたは死者が生き返ると信じますか？ご主人様のことですか？人間は一種の複雑で精巧な装置です。一度消滅したものを取り戻すのはとても難しい。命の価値とはかけがえのないものだということね。でも、ニャル、あなたは間違いなく生きている。復活したお姉ちゃんのように。ごめんなさい、私はただの猫なんです。最初にこの館に入った時、私はユリのことを知らなかったから、もしかすると誤解させてしまったのかもしれない。ユリは人違いをしてると思うんだ。人違い。あの女もそのようなことを言っていたわね。そして最後のお姉ちゃんの幻影、あれが本当に幻影だったというならば、要するにあなたたちはお姉ちゃんはもういないって言いたいんでしょ。私が勘違いしていると。でもあの幻影はどうやって説明するつもり？私は何年もあらゆることを試し、数えきれないほどの人を殺してきました。お姉ちゃんに再び会うことも復活させることもできずに、そしてニャル、あなたは私が必死に努力してもできなかったことをいとも簡単にやってのけました。バカ猫は私が指一本で押し殺せるってバカってる。何を隠しているの？説明しなさい。もしかするとご主人様は死んでいないのかもしれない。どこかに隠れてるのかも。あの女、金髪の彼女に聞くべきね。彼女はあなたの言うことに同意しないでしょう。クレイ、彼女はご主人様が生きていると信じていないの？ユリちゃんはお姉ちゃんを生き返らせるために無関係な人を何人も殺してきたんですね。
クレイちゃんはギャルちゃんの妹ということになっていますが、リーロンの妹はユリちゃんで、ギャルちゃんはドラ猫ユニ。クレイちゃんの出自は一体？この小さな鍵、何か大事なことに使える気がしてた。道中には全く手がかりがなかったし、他に鍵が使えそうな場所も見当たらないね。ユリ、この鍵覚えてる？最初の頃、本から落とした鍵じゃないの？よくわからないけど。でも、現実的な考えで言えば、あなたの直感が正確なのは事実です。鍵をユリに渡す。あれ、開かないですね。他のドアでも試してみます。ヤル、こっちに来なさい。何かあったの？もちろんよ。この2本の柱には警備のために入り口となる魔法が刻まれている。適当なものを2つ見つけて柱の上の溝に入れればドアを開けることができるわ。それって何なの？わからない。このドアは二人がかりで開けるみたいね。ほら、私の後ろに立って。何をしようとしているの？これから右上の機械を動かす方法を探さなきゃいけないの。想像画の後ろよ。ここは滑りやすいから、転んだら起き上がれないかも。ここでは会話が終わった後の位置から、最短手順で二人を動かすのは修行なようです。失敗したらロードした方が早いです。ヤルちゃんを左に動かして、ユリちゃんをぐるっと大回りで移動させます。ここからヤルちゃんのところへ行って、そこでキャラを交代します。ここでニャルちゃんが右へ行って、上に行って、待機します。私はこれを解くのに2時間以上かかりました。配信とかでなく、ただ遊ぶだけならスキップしてしまった方がいいでしょう。滑っていた床が元に戻ったわ。薄紫の皿を取得した。これは思い出したよ。これはご主人様が私にご飯をくれた時のお皿だ。こんな大きな猫用のお皿は見たことがない。この薄紫の他にライトブルーのお皿もあったはず。リーロン、本当に懐かしいよ。お前は私の前でリーロンの話をしないで。絶対に。
魚は好き。魚を食べるのは嫌い。魚の骨が喉に引っかかるのが怖いんでしょ。なんでユリがそんなこと知ってるの？誰かに似てるバカ猫だからね。バカ猫って言わないでよ。ヤレちゃんは猫だった頃は魚が好きだったのかしらね。リーロンの魂を受け継いでから嫌いになったとかかしら。真っ赤な池、少し不可解ですね。テーブルの上の日記は勝手に開いている。彼女の声、匂い、すべてが好きでした。彼女とすれ違う瞬間すら愛おしい。花びらが一枚一枚散っていく。リーロンは私の告白に答えてくれるでしょうか。今夜は流星群が見れる日。だから告白する。恋人なら一緒に座って流星群を見ないといけない。なぜ私じゃないの？クレイちゃんはリーロンに片思いしていたようですね。ヤルちゃんは過去のことを覚えていないから、自分が妹であるということにして一緒に暮らし始めたということかしらね。ウロブの中に妙な予感が湧き上がった。なんだろう。ウサギのバックパックから小さな鍵を取り出した。目の前のドアの錠と一致したようだ。机の上にアイテムがありますね。紺色の皿、ライトブルーの円盤、これだよね。でもどうして色あせているのかな。ライトブルーの皿を取得した。他に何か役に立つものはないと思う。鏡やあるのでキャラを変えながら調べてみたんですが、ここならうまくいくはずです。うまくいったみたいです。体が少し熱いような気がします。あれ、鏡が壊れてしまったのかしら。手鏡は夜の光を反射できずに真っ黒になった。これは想定外ね。これだけじゃない。この部屋は確実にまだ何かあるはずです。漆黒の鏡を取得した。もっと調べてみろということかしらね。平行世界の方も調べてみます。調べたんだけど成果がなかったので、先に居合わせてしまったお皿を台所できれいにできないか試してみます。汚れているのかな。洗えるかもしれない。
皿は急に重くなった。重すぎるよ。持せないし、ここに置くしかないよね。てつもなく重いお皿。全然持ち上げられないよ。綺麗になったけど、今度は持てなくなっちゃった。ゆりちゃんなら持てるってことかしら。やるちゃんは猫ぐらいの力しかなさそうだから。まだ使えるんでしょうか。とりあえずお皿を取りに行きます。本当に取れるのかどうかは不明だけど。てつもなく重いお皿。もう一つの皿、ここにあったのね。ライトブルーな皿を取得した。取れました。ゆりちゃんが力持ちなのか、ゆりちゃんしか持てないように魔法がかかっているのか。一旦セーブしてお皿の方を先に乗せてみます。他に何か条件があるのかもしれない。ドアが開いた。見慣れた人形たち。不可解ね。人形を持っていく。白髪の人形を取得した。前方の手の届かないところは極めて不自然な黒い闇で覆われている。お姉ちゃんは和え物にこれを混ぜるのが大好きでした。でもあのバカ猫は好きじゃないみたいね。あとは特に何もなさそうかな。ずっと夜だったらいいのに。時間の流れを遅くする魔法は私が作り出したわ。それは調査が終わる前にあなたたちも直気者の猫が居眠りしないようにね。私は怠け者なんかじゃない。どうして怠け者なんて言うのさ。着替えも食事も自分でできるよ。無知な人間って羨ましいわね。これ以上イベントを進めると後戻りできなくなりそうですよね。鏡は優しい光を放つ。ニャルちゃんで調べたら反応がありました。確かにニャルちゃんでは調べていなかったかも。クマの死の足跡が鏡に浮かび上がった。ここからどうすればいいでしょうね。またゆりちゃんで調べてみればいいかしら。あるとき、鏡は再び光った。今、クリーちゃんが鏡の中にいましたね。もう一息で先に進めそうなんですけど。
また鏡を使ってみます。何も変化がないですね。あ、なんでかわからないけど鏡が割れました。鏡の向こうからとても邪悪なエネルギーが出始めた。すでに私が見てきた不思議な出来事は想像をはるかに超えています。やはりここには何か秘密があるはずです。これはあの仕立て屋さんでしょうか。テディベアの人形が壁に寄りたがっている。このクマの人形、目がないみたいです。同じウサギの人形が2体、互いに寄り添っている。クマの人形から視線を感じる。部屋は血で染まっていたが、テーブルの上の白猫に怪我はない。猫はまだ息をしています。お姉ちゃん、冷静にならないと。違う、これはただの幻のはず。お姉ちゃんにはまだ生きてた時、クレイは仕立て屋をやっていたはず。クレイちゃんがあの仕立て屋さんだったんですね。しかしこの状況は一体。これはまさかあの女がしたことはこれだけ。もっと情報は必要ね。ユリちゃんもやばいけど、クレイちゃんもやばいですね。死んだ少女の顔は苦痛の表情を浮かべていた。クレイちゃんがリーロンを手にかけたということ、これまでの展開と違うけど、どっちが本当なんでしょう。ウサギの人形は寄り添っている。6月の注文。テディベア、壊れた獅子の修理。タキシード帽をカスタマイズ。ウサギの人形、目を縫う。同じですね。こちらの世界は何もないようですね。これは一体、私と目を返して。ウサギの目はクマのものを取ったということかしら。人形を直すべきなのかどうか。このクマが敵ならやっちまうべきかもしれないけど、この人形はクレイちゃんにやられたんだろうから、直してあげて成仏してもらった方がいいかもしれない。セーブはしてあるから、何かあったらまたやり直せばいいわよね。邪悪なエネルギーが強くなっている。
ウサギ人形の目をまっすぐ見つめる目のないクマ人形。私と目を返して。むしろ呪われているかもしれません。とりあえずこのまま進みましょう。ゆりちゃんもクレイちゃんもどっこいどっこいだと分かったところで動画を区切ります。またお会いしましょう。